ゲアハルト・ウルリヒ・ゲルハルト・ウルリヒは、ドイツのルター派進学者、牧師。2013年に、北ドイツ福音ルター派協会監督に就任している。2011年に、ドイツ合同福音ルター派協会のトップである、指導監督にもついている。ゲルハルト・ウルリヒは、ドイツ警察官僚の息子として、ハンブルクラールシュテットで育つ。ギムナジウムに進学し、アビトゥアに合格。 1971年から1972年までドイツ連邦軍での兵役を務める。当初はドイツ文学、演劇、舞台芸術を学ぶが、1974年にハンブルク大学福音主義進学部に移った。1979年から1981年までホルシュタイン地方のプレーツで牧師補として教会で働く。 1981年、リューベック大聖堂で、ウルリヒ・ビルケンス監督の詩式で牧師に、認職師、シュレースビヒ・ホルシュタイン州、シュトルマルン協会地区のバルスビュッテルで、共同牧師になる。1983年から1986年まで、ハンブルク・ベリングスビュッテルで、牧師。1987年から1990年まで、 シュレスビヒ地域の牧師保育生メンタリング部門長を務めた。1991年にプレーツにあるノルトイルビエン福音ルター派協会の牧師研修施設長に就任。1996年からカッペルン市を含むアンゲルン半島協会地区の地区長2003年よりノルトイルビエン州協会執行部の一員になる。2008年7月12日。 ノルト・イルビエン宗教会総会は、ハンス・クリスチャン・クヌート退任後の、シュレースビヒ・ホルンシュタイン教区監督に、ゲアハルト・ウルリヒを選出した。ウルリヒは2008年10月1日に監督に、就任し、2008年11月8日に、就任式典が、シュレースビヒ制度で執り行われた。なお、2008年の教区監督選挙に際しての、対立候補は後に、 ドイツ合同福音ルター派協会事務局長になった、ホルスト・ゴールスキーであった。2009年、ウルリヒ監督は、ノルト・エルビエン州教会指導部の代表監督になると同時に、ノルト・エルビエン福音ルター派協会、メクレンブルク福音ルター派州教会、ポンベルン福音主義協会による合同指導部の代表にも就任した。この3つの宗教会は2012年の、 精霊降臨手術に行動したドイツ福音、ルター派協会として再スタートした。監督選挙までの期間、ウルリヒは、ノルト・エルビエン州協会事務局があるキールに、業務の拠点を移していた。この間ノルト・エルビエン州協会総会は、シュレース・ビヒホルシュタイン教区代理監督を選任した。2009年10月1日から、ゴッドハルト・マガルト牧師がその職についている。 2009年11月に、ドイツ合同福音ルター派協会、監督協議会副議長に就任。2011年11月4日に、ドイツ合同福音ルター派協会、ヨハネス・フリードリッシュ主席監督の後継者になると、同時に、国際マルティンルター財団の理事長に選出された。アーレンスブルク性的虐待事件発生から2年後の2012年4月1日に、 シュレースビヒホルシュタイン州にあるアーレンスブルク教会共同体をハンブルク・リューベック教区のキルステンフェールス監督とともに枝の主日礼拝で説教をするため宗教会監督として初めて訪問した。地域教会共同体での性的虐待事件に関する宗教会指導部の対応策が遅すぎるという批判が起きていたからであった。 2013年2月21日リューベックで北ドイツ福音ルター派協会監督にデアハルト・ウルリヒは選出された。その時の監督候補者はウルリヒ一人のみだった。シュレースビヒホルシュタイン教区の監督職をウルリヒは2013年5月28日に正式に退任した。2013年8月25日にシュベリーン大聖堂において ウルリヒの北ドイツ福音ルター派協会監督就任祝典が中部ドイツ福音主義協会監督イルゼユン・カーマンによって執り行われた。ウルリヒは1982年に結婚し4人の息子の父親である。httpww.avendblatt でリージョン・シュトロマーンアーティクル2235,680 バイショーフビトゥンオプファーウムフェアガブン、HTML ハットゲルハルトウルリッヒシテルト、随筆オストアインジジャーキャンディダットフォア、シュ、Z オンラインフォーム28、ヤヌハー2013、Office、アブジェローファン AM2、フェブルー2013、オフィツエラーレビンスローフ、アブジェローファン AM8、オクトバー2014。ありがとうございます。